プルエリート、こんにちは。ビターユ、こんにちは、なのぜ。今回は何を解説してくれるのかしら。今回はウクライナ語アルファベットを解説するのぜ。この表は左からウクライナ語アルファベットの大文字、小文字、字母の名称、英字への転写の順に表記しているのぜ。一時停止推奨。ご覧の通りウクライナ語アルファベットは33文字あるのぜ。この中の難音は記号、難音記号、で。この他に記号、アポストロフ、もあるのぜ。ウクライナ語アルファベットは、アベートか。あるいは、アルファビート、というのぜ。ここでは、アベートか、で統一するのぜ。母音字は10個あるのぜ。では、一文字ずつ発音を確かめていこう。ああ。日本語のあ、より少し口を縦に大きく開ける。べ。日本語のば、行のシーン。ぜ。この字母には3種類の発音がある。日本語のは、のシーン、う、に近い音。英語の V の音ではないので注意。は。日本語の、は、のシーン、ふ、の有声音。うまく発音できない場合は、ふ、の音でも通じる。げ。日本語の、が、行のシーン。で。日本語の、だ、行のシーン。え。日本語の、え、より少し口を開く。ただ、アクセントがない場合、上、に少し近くなる。いえ。日本語の、いえ、より少し口を開く。じ。英語、ビジョン、の、じ、の音に近い、シャー、の有声音。ぜ。英語のずの音。う。英語の、ビット、ドイツ語の、ビッテ、の、い、の音。日本語の、い、より口を緩ませて発音する、うえ。ただ、アクセントがない場合、に少し、え、に、近くなる。この字母は五島では使われない。いい。日本語のいの音。いい。いと、いを合わせた音。よっ。日本語や、行の頭のシーン。か。日本語か、行のシーン。L。英語の L の音。M 日本語、ま、行のシーン。N 日本語、な、行のシーン。O 日本語、お、より少し口を縦に大きく開いて発音する。ただ、アクセントがない場合、う、に少し近くなる。P 日本語、パ、行のシーン。R 巻き舌の、ら、行のシーン。S 日本語、さ、行のシーン。T 日本語、た、行のシーン。U 日本語、う、お唇を丸め唇を突き出して発音する。F 英語の F の音。は。ドイツ語の、ふ、の音や、日本語の、か、行の後の、は、行の音のシーン。ぜ日本語のつの発音。ち日本語のちやじゃ行のシーンより少し唇を丸く突き出す。しゃ英語のしゅに近い発音。しちゃ上記のしゃとちを合わせた発音。ゆういとうを合わせた音。やイとアを合わせた音。次回はウクライナ語の発音の規則について解説していくのぜ。アルファベットをしっかり暗記しないといけないわね。それでは、皆様。ドポバーチェンニャ、さようなら。